ここは奈良県と三重県の県境に位置する三重村。大和姫の御事が天照大神をお祭りする候補地として杖を目印に置いていったという伝説の神社を訪れました。御杖ですね。その杖を守っておるという意味で御杖神社と言われておったわけです。それがあの村の名前として採用されたように三重というふうな呼び方に変わったわけでございます。これはあの室町時代ですか、足利義満の時代に植えられたというようなことを聞いてます。だいたい樹齢600年、その杖でこの村を地域を守っていただいておると言われております。若い自分にはそれこそ神輿を担いだり式典の当屋を務めさせていただいたり、いろいろな思い出はあります。やっぱりその何の災いもなしに無事に過ごさせていただいておるという感謝の気持ちは皆持っておると思います。三重村は古くから伊勢や伊賀地方との関係も深く、東海、中部、近畿を結ぶ交通の要としての役割を果たしてきました。この前ちょうど昨日もお一人お伊勢さん行くのに泊まっていただいて、はい、あの男性の方全国の街道を回っておられていておっしゃってましたね、はい、この辺はあの宿場町でしたんで、ね、人とこう関わるっていうか、あの田舎の人はあのなかなかこう外の人を受け入れないっておっしゃいますけど、この村は本当にこう気持ちからこう接して、困ってたら助けてあげようっていう気持ちは持っておられると思いますね。大体この三重の住んどられる方は何もない村やってようおっしゃいますけど、あの 僕もそう思ってましたですけど、宿始めてからあの非常にそういう面でやっぱり最後は人と人とのこう関わりというかだと思いますので、そういうのではこの村は素晴らしい村だと僕は思います。だからそういうのを知ってもらいたくて僕も宿を始めたので、はい。都会暮らしに疲れた心をほっと休ませる場所、何をするでもなく自分を見つめることのできる時間、ここに美しき日本があります。